まあ、うちらの場合ここまで来るんやったら高島屋のでかって間違いけえよって話やけどな。まあでも今イオンにあるから面白いね。あれそろそろやんな。そうだよ、もう。あ、これか。はい、よし、夜中の3時までは時間潰せるな。こっから入れんの。そうね、これそうなの。あ、そうみたいな。ここ結構でも入りづらいんだよ。嘘だろこれ。あ、違うかな。違うだろこれ。ただの住宅街じゃん。あ、でも P こちらってなってるけど、これは閉まってる。閉まってんじゃん。夜中は開いてない。閉まってんじゃん。あれ、てことはこれダメだ、ダメだね。ダメじゃん。あ、でもここ、あ、これ JP の駐車場やな。このとこにあるやん、 JP の駐車場。分かりにくいね、これは。こっちにも駐車場多いね、台数。あ、でも四日市も続きで駐車場通ったらしいもんな。出たのこれなんてスロープに止めとったんやで。止める場所なさすぎて。見にくい。わ、見にくい。そっか。客おらんね。いないね。満腹系のがいるんじゃね。間違いないでしょ。あ、でも日中こっちも空いてんだ。あ、よかった。雨だとね、日中あるのは助かるよ。完全に濡れなくて済むからね。どん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 き。多分この物件もどっかの居抜きなのかな。変わった作りだね。居抜きのはずだよね。もともとなんかあったはず。東海地方のドンキは居抜き多いからね。この辺りでいい？うん。はあ、さあ、ドンキで時間を潰しましょう。はい。よし、行くきろ。さあ、じゃあドクペも買いましたし、行きましょう。ドンキといえばドクペやからね。はあ、すでになんかもう疲れつけああ、見えるわ、あの先の快活クラブでそのままダウンしとる姿が目に見えるわ。よし、めっちゃトマトの香りすんな。よし、戻りましょう。言うて結構距離あったもんな。ここが入り口になっとったかな、さっきのところ。位置的にそうやん、高さ的に。これね、単純になんかあれかな、住民から苦情があって、あっちの出入り口閉鎖したのかな。うん、ああ、そんな感じかもね。うん、だって夜中にバンバカ取り抜けられるわけだ、あそこから。うん、雨強くなったね。わあ。うわ、心折れるわ。折り返してたらいいか。今あの声優やってるんだよね、そこの住み近く。あ、そう、あそこ24時間営業やもんな。ちょっと肌寒くなってきた。
割るとモスクループやったのにな。どっちがだっけ？中尾。そうなんだ。そう、昔はモスやった。モスの子会社やった。あの頃よかったよ。500円で腹いっぱいないし、やっぱ味も良かったし、モス。南は遊園地になってる。今そこら辺もすごい人らしいけど。こんなとこね、カフェあるんよ。ドラゴン、何？ドラゴン Z っていう。ドラゴン Z？ だよね。あれからドラゴンズって読ませようとしてるのかな。なんだろうこれ、ね、かけ待ち、かけ待ちやからな。かけ待ち
町のあたりまで来ると、あの稲妻が近いで、もうちょっと行ってアミカとか出てきたらな、アミカそこから見えやんか、あのブロンコビニとか見えるぞ。ドラゴンZではなく、ドラゴン BOZ とか表彰式だけど。BOZ。はい。なんて読むかだけど。ドラゴンボーズ。ドラゴンボーズ。そうなるかな。セミティでのドラゴンボスみたいな感じ。いや、もうまっすぐ様なんです。